ループの最終滑走者を迎えました。大場みやびさん、中京大中京高校。名古屋のリンクに息づくトリプルアクセルの遺伝子は伊藤みどり、中野ゆかり、浅田真央からこの大場みやびへとつながりを見せています。公式練習からとにかく挑戦の意欲十分。最終グループ最終滑走者を前に高校3年生が大技を決めてみせるかどうかです。ショートプログラム10位から。大場自身が大好きなレ・ミゼラブル、プログラムのように自分自身で曲を編集した自慢の4分間です。トリプルアクセル、それでも果敢に挑戦していった。やっぱ他の選手では見られない前向きからの入り方でしたね。すごいですね。トリプルフリップ、挑戦して悔いなしという演技をこの後続けていけば。トリプルサルコー決まっています。最初の失敗の影響はなさそうですね。ステップシークエンス、細かい関係の付け方、全体を使ってダイナミックさを出しています。バックエンドの最後コンビネーションスピン、トリプルサルコー踏ん張りどころ。さあ次は得意のループジャンプです。トリプルループ、ほとんど助走なしでそのまま軸の上に入れてるのはすごいですね。もう一度トリプルループ、ダブルトーループ、コンビネーション、思い切り挑戦し続ける気持ちがあれば夢が破れることはありません。大場みやび、本人に
4年後のオリンピックのことを聞いても、今時点で4年後自分がどうしているかなんて分かりませんというふうに素直な答えが返ってきます。さあそして荒川さん、はい、最初のジャンプトリプルアクセル挑戦、実は事前に本人提出の演技構成シートにはトリプルルッツとなっていたんですが、はい、挑んできましたね。そうですね、完成度が練習を見ていても上がってきていましたので、はい、時々こう成功する時もあったんですね。ですので今日も、はい、挑戦してくるかなというふうには思ったんですけれども、きっちりと回転も回ってしっかりともう着氷につながりそうなトリプルアクセルでしたので、はい、あとはもう本番で成功するのは時間の問題かなというぐらい出来上がってました。はい、でまたジャンプはもともと得意な選手ではありますけれども、一時期やはり体の変化なんかでもこう難しくなってしまった時期もありましたけど、そこを乗り越えた感じですね。はい、本来の軸の良さ、回転の速さというのも戻ってきていました。八木沼さんは最初の、ま、トリプルアクセルの評価は逆にどうですか？でも公式練習の時に非常に綺麗なトリプルアクセルを見ていたので、その練習の時の高さがあともう少しあったら、これは成功していたんじゃないかなというふうに思いましたね。なんでしょうね、これね、なかなかやはり難しい技ですので、コントロールするのはこれからですね、またそれを覚えていけばさらにいいものが出来上がるのではないでしょうか。大場みやびの点数が出ます。転倒による減点が1点あります。フリー 102.10、 ショートとの合計はシーズンベスト更新 157.17 で現時点で4位です。さあそしてこの後は